こんにちは、スタイリスト大山俊です。今回はですね、いつもと違った環境で動画をお届けしたいなというふうに思っています。僕が今回お邪魔しているのはこちらですね、ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシング自由が丘店なんですけども、僕は今回ですねこちらの商品をお借りしながら、大人の男性に似合う春のコーディネートを3つご紹介してみたいなというふうに思っています。僕はですね、グリーンレーベルさんを使い始めてもう15年ぐらいが経つんですね。もちろんプライベートでも愛用してきたんですが、それだけではなくて、僕が普段ですねスタイリストとして活動する中でもグリーンレーベルさんの商品を使うことが多いんですね。まあ講師ともに結構愛用しているグリーンレーベルさんの商品を使いながら、今回はですね大人の男性に参考になるような具体的なコーディネートをご紹介したいなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。今回はですね、僕にとって初めてのタイアップになってるんですが、僕が普段から愛用しているグリーンレーベルさんとこのようにですね商品を紹介できるのはすごく嬉しいなというふうに思っています。見ていただいても分かる通り、グリーンレーベルさんの商品っていうのは基本的にベーシックなデザインなんですけども、その中に程よくトレンド感が混ぜてあるので、すごくですね僕ら世代には使いやすいようになってるんですね。そんなグリーンレーベルさんの商品を使いながらコーディネートを解説していきたいなと思うんですが、その前に今回はスタッフの鬼沢さんに入っていただきまして、商品の解説ですとかお店についてちょっと解説していただきたいなと思っています。森田さん、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。僕は初めてですね、はい、この自由が丘店に来たんですけども、また雰囲気全然違いますね。そうですね、あの自由が丘店が唯一の路面店になってまして、うんうん、オリジナルに加えて、うんうん、インポートのアイテムも多く揃えてるショップになっております。なかなか雰囲気が良くて、僕も来て楽しいなと思ったんですけども、今回すごく春らしいアイテムが多いですね。はい、そうですね、うんうん、あの今期のトレンドも踏まえた商品も今入荷しておりまして、うんうん、今期のトレンドは、まあ、白、グレー、クリームなどを綺麗な素材で、うんうんうん、コーディネートするのがトレンドでございますね、うんうん、はい、雰囲気いいですね。せっかくなのでちょっと他も見ていきたいなと思うんですが、こういったねミリタリージャケットなんかもなかなか雰囲気いいですね。大人っぽいですよね。うん、うん、これは気になるのでちょっと使ってみたいなと思うんですけども、後でぜひ着てみてください。はい、ありがとうございます、はい、他にもですねこっちも見てみましょうか。ニットも色が鮮やかですね。そうですね、あのニットのようで形がスウェットだったり、うんうんうん、ちょっとこう混ぜ込んである商品が非常に多くて、ね、うんうん、パンツなんかも非常に今季の新作ですね。これもタックが入っててめちゃくちゃ履き心地も良さそうですね。新型のモダンフィットのパンツになっております。なるほど、はい、なんか程よくテーパードも効いてて使いやすいので、そうですね、ぜひ使ってみたいなと思います、ね、後でぜひ履いてみてください、うん、ということで今回いろんなアイテムがあるわけなんですが、この中からですね具体的に3つのコーディネートを僕がこの後組んでみますので、早速試着室に行ってみたいと思います。はい、ということで着替えてみました。どうでしょうか。まあ、今回のコーディネートかなり気に入ってるんですが、こちらの着こなしの肝になるのが今着ているミリタリージャケットなんですね。先ほどですねトルソーに着せてあったのが白の色違いのものなんですけども、今回僕はですねネイビーを選択をしました。これがですね軽くてなおかつ着心地が良くてめちゃくちゃいいんですね。まあ、今僕が着ているようなものはですねいわゆるシャツアウターと呼ばれるものなんですが、こういったものを取り入れるだけでだいぶ着こなしがですね今っぽく感じられるのかなというふうに思っています。まあ、デザイン的な特徴なんですけども、まずは胸の大きなポケットですね、これが着こなしのアクセントになるのと、あとは襟元を見ていただきたいんですけども、ここがですねスタンドカラーになっているのが結構特徴なのかなというふうに思っています。これはですね特に春に軽く羽織るにはですねめちゃくちゃ活躍してくれるかなと思っています。まあ、サイズ感に関しては最初から少しゆとりがあるので、通常のサイズを選んでまず間違いがないかなと思うんですが、これはですね大人の男性であれば1着持っておいてまず間違いがないアイテムなのかなというふうに思っています。続いて内側に着ているものなんですけども、これはですねパーカーなんですね。まあ、こういったものもトレンドアイテムなんですが、結構ですね僕ら世代でもパーカーというのは意外と使いやすいんですね。ただ失敗するとですね子供っぽく見えがちなので、今回選んだパーカーのように素材感がニットだとすごくですね上品に見えやすいんですね。しかも色に関しては白のようなパキッとしたものを選べば清潔感も漂いますし、大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、これはめちゃくちゃ使い勝手がいいかなと思っています。まあ、サイズ感に関してもこちらも少しゆとりがあるんですけども、グリーンレーベルさんのアイテムって基本的にですねトレンドに合わせながら少しゆとりのあるものが多いんですけども、やりすぎてないんですよね。
このサイズバランスが絶妙で、僕はめちゃくちゃ使い勝手がいいかなというふうに思っています。アウターが濃い色なので、内側に関しては明るい色で、ちゃんと春らしさを出すというところがポイントになっているかなと思っています。はい、続いてボトムスなんですが、今度はですね、タック入りのパンツを選んでみました。最近のパンツのトレンドとしては、細身のものよりはややゆったりというところがテーマになるんですが、サイズ感に関してはあまりに大きすぎるのではなくて、適度なゆとり感があって、僕ら世代にはめちゃくちゃ使い勝手がいいかなと思っています。こういったシルエットだと体型によらず、いろんな方に使い勝手がいいので、1本あるとめちゃくちゃ便利なのかなというふうに思っています。で、色合いなんですが、今回は結構迷ったんですけども、あえてブラウン系を選んでみました。このような色というのはですね、最近のトレンドカラーになっていまして、ちょっと秋冬っぽくは見えるんですが、春にもこういったトップスに白を入れてあげることで、意外とですね、使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思っています。丈感に関してはですね、やや短めという感じにして、靴の上にですね、あまり生地が乗らないようなバランスにしてもらうと、すごく使い勝手がいいかなというふうに思っています。そしてラストは靴ですね。今回はジャーマントレーナーを選んでみました。これもですね、結構使い勝手がいいんですね。まあ、僕は普段の動画でも白系のレザースニーカーをお勧めすることが多いんですが、ジャーマントレーナーも一応ですね、白系のスニーカーにはなってるんですが、デザイン的には少し癖があって、おしゃれに見えやすいんですよね。こういった差し色を加えてあげることで、春らしさというところを出してあげると、すごくバランスがいいかなというふうに思っています。そしてなんといってもですね、価格がお手頃なんですね。僕の中でジャーマントレーナーというと、だいたいですね、1万円台後半から2万円台前半のイメージがあるんですが、これはですね、1万円を切るんですね。もうこのコストパフォーマンスがめちゃくちゃいい点がですね、ぜひ皆さんにお勧めしたいポイントかなというふうに思っています。普通の白のレザースニーカーでもいいですが、こういった少し癖のあるレザースニーカーを入れていただけると、かなりですね、トレンド感のあふれる着こなしが実現できるかなと思うので、ぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています。せっかくなので、今回はですね、スタッフの鬼沢さんにも解説をしてもらいたいなと思っています。はい、こちらのミリタリーブルゾンなんですけど、うん、ミリタリーブルゾンと聞くとちょっとアメカジでラフなイメージが強いアイテムだと思うんですけど、これをクリーンで大人っぽい生地に変えることで、綺麗にクリーンに大人っぽいコーディネートができるようになっております。はい、なかなかやっぱり今回のコーディネートの中でも、はい、この仕上がりが良かったので、はい、多くの男性にもですね、はい、お勧めしやすいのかなというふうに思っています。はい、ぜひ皆さんもですね、こちらをチェックしていただければなと思っています。はい、今回のコーディネートなんですけども、主役に添えているのはこちらのですね、ステンカラーコートですね。実はこちらのステンカラーコート、僕は私物としてベージュの方を実際に買ってるんですね。まあ、先日ですね、春コートが欲しいなと思っていろんなお店を回ったんですが、その中で色の雰囲気だとか素材の質感、ここら辺のバランスがいいものってどれかなと思った時に、グリーンレーベルさんのですね、こちらのコートがめちゃくちゃ良かったので、僕は実際に購入をしたんですね。まあ、今回はそのコートの中でもライトグレーを選択をしてみました。春の着こなしということで、少し明るさを出したかったので、このような色を選んでるんですが、僕はですね、今までこういった色は着たことがなかったんですけども、色の雰囲気なんかがめちゃくちゃいいので、こちらはですね、皆さんにもお勧めしやすいアイテムかなというふうに思っています。このコートの特徴なんですが、まずはサイズ感ですね。これがやっぱり絶妙なんですね。まあ、ステンカラーコートということで、最初から少しゆとりがあるんですが、まさしくですね、今の雰囲気に合ったような絶妙なサイズ感になってるんですね。ですので、皆さんのいつものサイズを選んでいただければ、今っぽい着こなしが簡単に実現しやすいかなというふうに思っています。そしてこの素材感もですね、めちゃくちゃいいんですね。こちらは小松マテールというですね、素材ブランドのものを使ってるんですが、色の表現ですとか生地のですね、表面の質感がめちゃくちゃいいんですね。そしてこちらの生地なんですけども、表面に撥水加工がしてあるので、雨の日なんかにもですね、めちゃくちゃ使い勝手がいいんですね。もちろんこちらはカジュアルシーンで使うことが多いんですが、意外とですね、ビジネスカジュアルなんかにもハマりがいいので、そういった時にもですね、こういった撥水加工がしてあるとすごく安心かなというふうに思っています。そしてこれぐらいですね、機能的でデザインがいいコートが2万円を切るというのもですね、個人的にはめちゃくちゃコストパフォーマンスが高いかなというふうに思っています。こちらのコートはですね、ぜひ多くの方に見ていただきたいなと思うので、ぜひサイトの方もチェックしていただければなと思っています。続いて内側に着ているのはバンドカラーシャツなんですね。
まあ、こちらは襟が特徴的なんですが、まあ、旬なデザインのシャツになっているので、こういったものを着こなしに取り入れていただくのもすごくバランスがいいかなというふうに思っています。ただこのシャツというのは失敗するとですね、結構クラシックに見えるところが一つデメリットかなと思ってるんですね。例えば白のバンドカラーシャツだとちょっと地味すぎたりだとか、昭和の文豪っぽく見えるところがあるので、まあ、今回のようなですねストライプ柄のようなものを選んでもらうと着こなしの良いアクセントになるので、すごく使い勝手がいいかなというふうに思っています。まあ、こちらのシャツに関してもサイズ感は少しだけゆとりがあるので、こちらのシャツを主役にしてもですね着こなしが成立するかなと思うので、春先もう少し暖かくなったらコートを脱いだ着こなしなんかもですね使いやすいのかなというふうに思っています。続いてボトムスなんですが、先ほどちょっとですね僕は手に取っていたモダンフィットのボトムスを合わせています。これもですねシルエットがものすごく綺麗なんですね。まあ、腰回りに適度にゆとりを持たせながらも膝下からはですね細めになっているので、すごくシルエットが綺麗で、僕ら大人世代にはめちゃくちゃ使いやすいシルエットになっているかなと思っています。まあ、こちらのパンツももちろんですねオフでも使えるんですが、意外とですねビジネスカジュアルでも使い勝手がいいので、使える範囲としては広いのかなというふうに思っています。はい、続いて靴なんですが、こちらはベジャというブランドものなんですね。こちらのブランドは僕は知らなかったんですが、なかなかですね素材使いが今っぽくて、これからですね伸びていくブランドなのかなというふうに感じています。表面はレザーなんですけども、内側に関してはリサイクルポリエステルとオーガニックコットンを使って作られているんですね。まあ、そういったサスティナブルな素材使いというところが非常に今のファッションと合ってるかなと思うので、こういった環境に配慮した素材使いというのもですね靴から取り入れてみるのもすごくいいかなというふうに思っています。まあ、春らしい着こなしとして今回は白を選んでるんですけども、こういったものもぜひ皆さんも取り入れていただければなと思っています。はい、こちらのコーディネートもですねスタッフの鬼澤さんに解説をしていただきたいなと思っています。はい、この主役のコートなんですけど、2点特徴ございまして、シルエットと素材ですね。シルエットは A ラインでありながらも腕回りが少し細めの設定になっているので、これからどんどん着るものが減っていくと思うんですね。まあ、ありすぎても余ってしまうと思うので、スプリングコートとしては最適のシルエットになっていると思います。あともう素材ですよね、小松マテーレの素材を使っていて、しかも中に多機能ポケットですね、これもついてて、この素材感でなかなかアンダー2枚というのはないんじゃないかなと思いますね。めちゃくちゃコスパいいですよね。そうですね、まさにこの面でこの価格、非常にお求めやすい価格でもございますので、取り入れやすいんじゃないかなと思います。これは僕自身も実際に持っているので、その良さっていうのはめちゃくちゃ実感しているので、かなりおすすめのコートなのかなというふうに思っています。はい、続いてのコーディネートなんですが、今回の主役になるのがこちらのセットアップですね。まあ、グリーンレーベルさんというと結構ですねカジュアルウェアのイメージが強いかなと思うんですが、意外とですねビジネスカジュアルのアイテムも強いんですね。まあ、僕自身ですねネイビーのジャケットを愛用してるんですが、そのアイテムがめちゃくちゃ使い勝手が良くて長らく使ってるんですね。こちらのセットアップに関しては素材はですねソロテックスというものを使ってるんですね。まずこの素材の色の雰囲気がめちゃくちゃいいのと、素材の雰囲気もですねすごく綺麗めに見えるので、この価格帯でこの品質というのはかなりコストパフォーマンスがいいのかなというふうに思っています。そしてもう一つポイントがありまして、この素材というのは家庭用の洗濯機でも洗えるというところ、ここがですねめちゃくちゃ使い勝手のいいポイントかなというふうに思っています。そしてこのセットアップの組下のパンツなんですけども、パッと見だと細身の綺麗めなパンツなんですが、こちらはですねウエストにゴムが入っているので、すごくですね着心地もいいんですね。まさに時代に合ったセットアップとして、すごくこれは使い勝手がいいかなと思うので、ぜひこちらのパンツも含めてセットアップはチェックをしていただければなというふうに思っています。そして内側なんですが、今回はですねセットアップがブラウンなので、あえてですね明るめのカラーを選んでいます。まあ、このようなセットアップに対して襟付きのシャツも悪くはないんですが、少しですねカジュアル感を漂わせたかったので、このような襟のないですねニットを選んでみました。まあ、ニットというと結構ですね肌触りが苦手という方もいるかなと思うんですが、かなりソフトで肌なじみがいいので、めちゃくちゃ着心地がいいんですね。そして生地の厚みとしても中肉厚になっていまして、このようにジャケットの内側に着てもいいですし、このニットの上にアウターを着る着こなしもですね結構組みやすいので、様々なシーンにも使い勝手がいいかなというふうに思っています。そして靴なんですが、こちらはですね先ほどもご紹介したジャーマントレーナーなんですね。先ほどのようなカジュアルな着こなしにもハマりますし、今回のようなセットアップの着こなしにもですね意外と相性がいいんですね。シンプルな白のレザースニーカーでももちろんですねハマりがいいんですけど、あえて少し癖のあるジャーマントレーナーを使うことで着こなしのアクセントになりますし、意外とおしゃれな雰囲気が漂いやすいので、こういったものを合わせるのも外しとしてはすごくバランスがいいのかなというふうに思っています。
はい、こちらのコーディネートも鬼澤さんに解説をしてもらいたいと思っています。こちらのセットアップの生地なんですけど、非常に人気のあるホップサックという生地を採用しておりまして、うん、かつこれまた人気のあるソルテックスが合わさった生地になっておりますので、機能面と見た目非常におすすめでございますね、うん、これは本当に生地感がいいですね、はい、色の感じだとか機能的でめちゃくちゃ使い勝手がいいかなと思うので、はい、このセットアップもぜひ皆さんチェックしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画ではユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングさんにお邪魔をしまして、大人の男性におすすめの春コーデをですね、全部で3つご紹介させていただきました。どのコーディネートもかなりベーシックで使いやすいものばかりなので、ぜひ大人の男性にもですね真似をしていただきたいなというふうに思っています。ちなみに今回ご紹介させていただいた商品は店舗の方でも買うことができますし、オンラインショップの方でも購入することができます。僕の動画の下の方にですね商品のリンクも貼っておきますので、ぜひそちらの方もチェックをしていただきたいなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルではメンズファッションの業をですねなるべく分かりやすく解説していきたいなというふうに思っています。次回の動画もまたお楽しみに。